階段アミーゴ。家はでもそうですよね。そうですね。家でって話があるんですけどいいですか。これ20代男性のキョンさんっていう方から聞かせてもらった話なんですね。で、キョンさん幼少時から変なもの見えてたって言うんですよ。ただこれ日によるって言うんですね。もうちっちゃい頃もう家の廊下で女の子が寝転んでて、お母さんにあの子と遊んでいいって言うと、え、何気持ち悪いこと言うのやめてみたいな感じで、たまにすごくはっきりくっきり生きてる人と遜色ないレベルで見えてしまうっていうのがずっとあったって言うんですよ。で高校生ぐらいまであったって言うんですね。でそれまではもう本当にちょこ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 見てて、やっぱでも思春期とか超えてくるとさすがにはっきり見えてもあれは多分亡くなってる人とか分かるようになるんですよ、区別するように。そんなキョンさんが高校生になった頃、ニュージーランドにホームステイというか、まあ、留学みたいな感じで、まあ、ニュージーランドに行ったんですよね。で受け入れてくれた家というのが老夫婦が住んでいる家なんですよ。2階建ての一軒家でして、2階の部屋をキョンさんにあてがってくれたんですね。でそこで住み始めて、夜中トイレ行こうと思って廊下出たら、廊下に男性が壁にこう座り込んでるって言うんですよ。で、あ、亡くなった人だって分かるんです。それはもう状況証拠の時もそうなんですよ。だってここ老夫婦の人って自分しかいないし、で若い男性で日本人ではなかったから多分ニュージーランドの人だって分かるんですよね。でずっと廊下の壁に座り込んでる。うわどうしようと思う、だからまたはっきり見たなと思って、その人に気づかないふりしてトイレ行ったんです。で戻ってくる時もいるんですよね。で部屋に行って寝た。で翌朝見なかったんですよ、今日見ない日かと思って。でもその日の晩、その老夫婦の方がご飯作ってくれて、食事とかお皿に盛り付けてくれて、はいどうぞってテーブルに置かれた瞬間、そのお皿がダカ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 ダってめちゃくちゃ揺れたんですよ。それをもう老夫婦の方と自分の目の前で起こってることですから、と思ったら老夫婦の方そんなに驚いてないんですよ。ちょっとそこ違和感があったんですよね。でそれからもう廊下にいる、その絶対廊下にいるらしいんですけど、その男性はもう4回ぐらい見たって言うんですよ、3ヶ月ぐらいの間に。でその3ヶ月経った後、今日さ体鍛えようと思ってジムに行ったらしいんですね。お昼ごろジムでこう体鍛えてたら、おおっていう珍しい出会いがあった。それは日本人女性の方がいたんです。でニュージーランドに全くいないってわけはもちろんないですけど、結構ニュージーランドの田舎の方だったので、この地区に日本人女性の方がいたっていうのがちょっと珍しくて嬉しかったんですよね。で話しかけたら、当時キョンさんは高校生ですけど、その女性の方は20代中盤ぐらいの方で、おそらくワーキングホリデーとかで来たんだろうなって方だった。で久々に日本語で喋って日本の話をして楽しかったんですよ。でキョンさん鍛え終わったんで、そのままジムを出たんです。そしたら後を追うようにその女性が来たんですよね。でちょっといいですかって、あはいって振り返ったら、その日本人女性の方が、私この国に来たばっかりでしてちょっと道わかんないんですと、私が住んでる地区まで案内してくれませんかって言われたんです。方向教えてくれるだけでもいいんでって言われて、あどこの地区ですかって聞いたら、まさしく今キョンさんが過ごしてる地区だったんです。あ僕その地区にいるんですよ、一緒に帰りましょうよって言って、その女性と話しながら向かっていくんです。その間その女性がいっぱい話しかけてきて、私実は来たばっかりって言いましたけど、この国で彼氏できたんですって言うんです。でスマートフォン取り出して写真開いて画像をこう丁寧にこう拡大して、この人ですって見せてくる。で、この人すごいなんかバイタリティあるなと思って、自分この国で恋人なんかさすがに作れないよって思って、やっぱこんな魅力的な人やっぱ外国の人に持って帰っちゃうんだなみたいな、ちょっとしたコンプレックスも感じながら一緒に歩いてたんです。その地区に着いたんですよ。
大通りなんですよね。で、あのもう地区着きましたよって言って一緒に歩いて、でこの小道を曲がればキョンさん家に向かうって小道まで着いたんで、じゃあ僕ここ曲がるんでって言うと、その女性の方が私もここ曲がるんですって言うんですよ。あれと思って、そこの小道曲がったらもう家って6軒ぐらいしかないんですよ。こんな近くにいたんだって思って、で小道歩き続けて、また小道が、それはもうキョンさんが今 家にしか向かわない道なんです、うんうん、一直線で、あ、僕ここ曲がるんでって言おうとしたら、その女性いきなりブワーって猛ダッシュして、そのキョンさん家に向かう家あ道路にバーって走っていったんですよ。えと思って一瞬ほうけて、え、なんでなんでと思って追いかけたら、もう道路になくて2階のキョンさんの部屋にその女性いるっていう。で窓からこっち見てるって言うんですよ。でその時キョンさんは怒られると思ったらしいんです。だってあくまで自分はゲストというか滞在させてもらってるんですから、勝手にお客さん呼んだら怒られると思って、で結構礼儀とかあの挨拶とかにも厳しい老夫婦の方だったんで、もう急いで家に入ったんです。で今度は帰ったらアイムホームとか言わないといけないけど、それすらもう忘れて、一気にこう2階に駆け上がって自分の部屋のドアを開けたらいないんですよ。どこに隠れたと思って、こうパーっていろんなベッドの下だとかタンスとかクローゼットとか開けてみる、いないんです。あれどこだろう。で他の部屋も探す、いないんです。でも玄関からも出てないんで絶対家にいると思って、であんま入っちゃいけないよって言われたら、その老夫婦の方の部屋とかも全部入って探したんですけど見つからないんですよ。どこに行ったんだろうと思って、そしたらその老夫婦の方来て、もうなどうしたのみたいな感じで挨拶もなし、いやごめんなさいって言って、もうしらを切ろうで、なんとか気づかない間にその女性を探し出して、もう外に出そうと思ったけど、夜中になっても見つからないんですよ。でも玄関から出た形跡ないで絶対家にいると思って、キョンさんもずっと眠るまで探し続けたんです。で見つかんなくて12時になった夜の、キョンさん朝5時起きだったんですって。もうさすがに疲れてね、もうベッドに行って倒れるように自分の間で寝ちゃった。そしたら朝4時ごろパチッて目が覚めたって言うんですね。でぼーっとして、あそうだ、あの女性どこ行ったんだろう、まだ家にいんのかなと思って、あと思って、なんとなくこう寝ぼけまなこでまだ暗いその自分の家見渡したら、部屋の隅に誰かいるって言うんです。ん？って見たら、いつも廊下に座り込んでたあの男性だったんですよ。あいつあの部屋自分の部屋に入ってきたと思って、怖くてえっと思ってると、その男性ちょっとずつ近づいてきて、顔を見た瞬間と思ったんです。その男性ってあの日本人女性が私この国で彼氏できたんですって言ったその男性だったんですよ。なんでと思って、でも怖いからすぐにこう布団かぶったんです。そのままずっと震え続けて、5時になった時に外が明るくなってきて、もう大丈夫かなと思って布団から顔を出したら、もうその男性はいなかった。で、それっきりその男性のことを見ることはなく、そして結局あの日本人女性のことも見つけることができなかったんです。そしてなぜかわからないですけど、僕この体験が自分の最後の霊体験なんですっていうお話を聞かせてもらいました。だから日本人女性の方が、はい、そうキョンさんも言ってたんですけど、幽霊だとしてもスマートフォン出して写真拡大してるんですよ、うん、あでもやっぱ急にいなくなったっていうんで、どっちなんでしょうね。その女性が、まあ、でも家から忽然と姿を消したっていう意味では、まあ、もしかしたら幽霊かなってっていう感じもありますけど、人すごいですけどね。だ男性の方は僕の勝手な、うん、あの感想と考察だと、まあ、多分老夫婦の方もそういう変なことが起こってもびっくりしなかったってことは、その家の息子さんだったのかなって思って、でその日本人女性の方は前来てたホームステイの方なのかなとか勝手にこう僕は思ってて、うんうん、